はーい、皆さんこんにちは、むっちです。いつも95歳認知症おばあちゃんの介護日誌を見ていただいてありがとうございます。様相が違うんですけど、私今現在北海道に来ております。イエーイ。今現在北海道の夕張市を越えたあたりに来ております。それはなぜ私がこちらに来たのかというのは、ちょうど1ヶ月前の6月の18、17日にシャープ12で、私のなぜ YouTube を始めたのか、そして私は今後どうしていきたいのかというのを動画を上げさせていただきました。まあ、詳しくはそちらをご覧になっていただければ嬉しいです。昨年まで両親の介護をしておりました。92歳で父親を昨年3月に亡くして、その後95歳のおばあちゃんが残りましたので、そのおばあちゃんの介護を今続けております。そして私にはもう一つ夢があります。小さい時から私はバイクで日本国内を走ってみたいなって、いろんなところに行っていろんな人に出会えて、いろんな景色を見て自分のこの肌で感じてみたいなってずっと思っていたんですよね。それがなかなか実現できず、このままだと夢で終わってしまうんじゃないかと思い、私は自分の夢を実現するためにこのチャレンジをすることにしました。それで私は今北海道に来ております。おばあちゃんを昨日送り出すときに、1週間施設の方でロングショートステイをお願いすることになりました。おばあちゃんがなかなか行くときに、行きたくない、うちがいいとかね言っておりましたが、まあ、そこはもうぐっとこらえておばあちゃんに私は言ってもらいました。おばあちゃんはおばあちゃんの人生があります。私にも私の人生があります。で、私の今残された時間はですね、まあ、健康寿命というのがあります。シャープ12でいたしましたが、まあ、日本人の平均寿命は男性が今80歳、女性が85ですか。健康寿命というのが男性が72歳なんですよ。健康寿命というのは自分の力で人に迷惑をかけずに自立して生活できるという、それが72歳を境に人のお世話を受けないと生活ができないという、そのラインですね。まあ、一応ラインですから、それよりも長くまだ健康でいられる人もいらっしゃいます。たくさんいらっしゃいます。逆にですね、もう70手前60代ぐらいからでも自分で生活できない方もいらっしゃいます。現に私の同級生は昨年脳梗塞で倒れて、今1年ぐらい入院しておりましたが、もう病院から入院できんよって言って追い出されて、今自宅で療養しております。で、奥さんがおりますが、奥さんはですね、その私の友達を見るために泣く泣く今の職場を退職して、旦那さんを見ております。もうね、早い人は私と同じ64歳でもそういうことになったりします。ですので、私はもう私の残りの人生を楽しみたいと、そう思ってスタートいたしました。今日は介護の話ではありません。私の個人的な話になりますので、まるで別の話になるので、もう興味がある方は最後までお付き合いください。また私ですね、
旅が終わりましたら帰りまして、またおばあちゃんの介護をやります。で、介護をやりながら週末は自分の夢に向かってツーリングをしたいと思います。私はチャンネルがですね、本当はメインのチャンネルが、ツーリングのモトブログのチャンネルがあるんですけども、そちらの方で発信したいと思います。介護は介護のチャンネルで発信して、モトブログ、私の夢の実現の動画はそちらで、配信をしたいと考えております。まあできるかどうかは分かりませんけど、そのような方向で考えております。ですので、皆さんもしよろしければまた私の拙い動画ですけどもお付き合いいただければ幸いです。夢に向かってムッチはチャレンジします。皆さんよろしくお願いします。とりあえず動画終わります。北海道は素晴らしいです。北海道は雄大です。まだまだ雄大なところたくさんあります。まだね、たくさんね、北海道素晴らしいとこあるのでね、もう皆さんにね、ご紹介したいと思います。じゃあ、終わります。